いやー、皆さん、戦略シミュレーションゲーム、キングダムスのプレイ動画へようこそ。無料です。やっていこう。フリーアルファデモですね。工場戦ですね。そうですね。とりあえず、まずないと。で、もうちょっとないと厚めにしよう。もっとないといてもいいんじゃないのか。ああ。じゃあ残りをアーチャーにしよう。マシンポイント20。やろう。この城門突破すれば勝ちですね。何の説明もなくやってますけど、ユニット操作できないんですよ。我々ができるのはトレビュシェットのをどこに飛ばすか。で、このバラックス的な小屋から出てくるユニット何選ぶか、これしかできません。意外といい勝負してますね。というか押されてるな。まずいな。なかなか決まんないな。ああ、今のはいいな。だいぶ削ったんじゃないのか。これ本当に9兵仕事してんのかな。いなくてもよかったかもしんない。それが少なすぎたな、9兵が。もうちょっと増やせばよかったな。増やすか。あーちゃん。ちょっと押してきたか？巻き返してきたかもしれません。あ、こっちにもあんのね。勝ちましたー。まあ、無料ですから、皆さん、これ僕の動画の概要欄にこの元じゃないゲームのフリーゲームのダウンロードリンク貼っとくんでね、後で見てください。続きやっていきましょう。防衛戦やろ、ディフェンド。なんでハンバーガーのマークあったんですかね。馬はいらないだろう。あと190ポイントか。ああ、どうしよう。アーチャー3で、いや、もうちょっとアーチャー増やすか。これ増やしすぎかもしれないな。もっとないと増やすか。まあいいや、これでやろう。相手の工場等を潰そう。
じゃあそろそろアーチャー増やすか。アーチャー増やしすぎると戦線維持できなくなるから、ある程度アーチャー増やしたら今度はナイト増やしましょう。あ、燃えてきたね。でも絵が面白くないからホースでも行こうか。絵が面白くないという理由でホース行こう。いないんだろうけど。終わった。次行こうか。バトル。マックスで行こう。ユニットポイント750がマックスですね。なんで随分遠くないこれ。全然見えないな。あ、回った回った。なんか操作おかしいな。まあいいが、まあいいや。どうやってこれ。わからない。操作がわからない。まあいいかも。なんかこれ視点が安定しないな。どうなってるんだこれ。うんうん、なんだこれ、どうなってんだこれ。何を押せばいいんですかね。あ、行ったかもしんない。ちょっと前で出ちゃってんじゃんこれ。これ赤チームは馬を全部削って歩兵にしよう。ちょっとこれずるいけどね、前出てるから。そこどうなるか分かんないけど。で、後ろは適当にアーチャー並べましょう。で、青チーム次に作ろうと思うんですが、そっちには馬を並べよう。あのイカ様はやめよう。そう、全然選択できない。ダメだ、謎だ。なんだこのゲーム。もういいわ。で、こっちは馬ですね。赤チーム全部マス埋めたかったんだけど、カメラ安定しなくて埋められなかったので、青チームの方も赤チーム埋められなかった分数減らすか。それでバランス取ってみましょう。じゃあ、馬の数減らすか。これぐらいでいいか。やろう。ユニット操作できないんで、これ見るしかないんですけど、
スーパーファミコンの RPG のロマンシングサガ3のミニゲームでこんな感じのゲームあったんですよ。ほとんど一緒かな。そっちの方はアビリティがあってね、結構楽しかったんですが、これはないやつですね。しかもこれ援軍呼べないので、援軍呼べないのでもうこの段階で勢力ゲージ青を押してるってことは、これから先ずっと、まあ、青のゲージが伸びてて赤負けるんでしょうね多分。馬が強いのかもしんないね。というか弓が弱いのかな、すぐ死んじゃうから。まあ、戦略ゲームではありますね。戦略性一応ありますから、配置の段階でね操作はできないけど。まだどっかにいるみたいですね。はい、青が勝ちましたというゲームでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さよなら、バイ。